はは。い、こんにちは、T、の投資ですえっ、ー、とステージ上のですねあのまあ言ってはいけないような NG ワードとかですねあとそれから、まあ、コツみたいなものをですね、えー、具体的にちょっとお話ししておりますあの他の動画でもお話ししているので、えー、合わせてみてくださいでえっ、ー、と毎回言ってますけどもポリシーがあれば何をやっても大丈夫です、ね、ポリシーがあればですよはいでですね、えー、そうですね まず雰囲気はです、ね、自分たちで作るものなんですけどもこれはどういうことかというとやっぱりあのこう楽しいような、えー、うちらはバンドですよっていうそういう雰囲気を出すのか、えー、っとちょっと緊張したというかこの何て言うのかな、うんえっと、サウンドで勝負する、えー、そんなに、ね、MC で面白いおかしくするようなあれでもないしみんなで一緒に乗ってくれっていう方向でもないんだよサウンドで勝負してるぜとか,なかいろいろバンドの形態があるんで。 でそういうういのはね、もうね、も自分たちで作れますから、もうじ自分たちの MC もそうだし、えー、とステージ上の,あのやり方もそうなんですけれども,あのもう自由自在に自分たちで自分たちを演出できるからそこは何て言うんですかね、えー、とよく考えて自分たちでどういう,いうふ、えー、世界世界にステージをね作りたいのかそういうのを世界観をですね自分たちではもういくらでも作れるんでそこのところもね あの自由に自分たちで作れるということでえ考えてやってみてくださいね楽しいバンドにするのもいいしあのピリピリしたバンドにねしたいんだったらそっちでもね作れますからねはいあとねあのこれはまあ NG ワードですけども緊張,緊張してるっていうことを MC でいちいち言わない方がいいと当たり前なんですけどこれ結構言い,言いがちなんですよね「あなんか緊張してきた」とかこうね「手が震えてきた」とか「口が乾いてきた」とか。 緊張しちゃったどうしようっていうのをお客さんにいちいち説明する必要はないですから緊張してますあたかも緊張してませんって顔してればあの人すげえってなるからこんなもんはみんなあのいちいち言うことないし言わなければ堂々としてたねーってみんな騙されるから大丈夫です細かいことは分かんないんですージ上ではねあとあの一番奥にありますけどこの「風邪をひいてしまいました」<laughs> これもねこういう「今日風邪ひいて調子悪いんすよ」って言っちゃう人いるけどステージ上で やっぱりね風邪ひいて調子悪いのを私たちは見に来たのかってなっちゃうでしょお客さんとしてはねだったらそういうことはもう隠した方がいいですあるいはうまく風邪ひいてちょっとあの声出ないけどでもその分あのお客さんにパワーもらってもっと返しますよとか何かうまいこと言えるんだったら風邪ひいてるってこと言ってもいいんだけどそうじゃないんだったら単にマイナスになるんだったら「風邪ひいてます」とか「熱出てます」とか「鼻出てます」とか「声出ません」とか「今日風邪ひいて高い声出ません」とか、ね、言っちゃダメです。ね。 うまくくプラスにいくんだらいいらけどね、はい、あとそうですねお客さんに聞くっていうのはこの例えば何とかが好きな人とか食べ物で何があの好きな人とか何とかそういうようなことをいろいろこうね細かいこと聞いてこうちょっとこう盛り上げたいのかもしれないけどこれもなかなかう、ま、あのいい雰囲気な時はねみんないいんだけど無理やりやってもなかなかお客さんこうね答えてくれないし手を挙げるのさえ日本人ってあんまり嫌なんで。 手を挙げると、と刺されかかなんですかみたいにこんな話しなきゃいけなくなっちゃうでしょ。ちょっとお客さんとしては目立ちたくなるお客さんもいっぱいいるんでこのお客さんに聞くっていうのも,のも、あのー、盛り上げるためにいい時もあるけどもちょっとほどほどにした方がいいかなと思いますね。あんまりうんそうだなあんまり成,成功、うん、知り合いだと成功しやすいんだけどね。 あのそう知り合いはもう成功しやすいんだけど全然知らないお客さんの前ではなかなかこのお客さんにねいろんなことを聞いてねどんどんステージ進行していこうっていうのはね難しいかもしれない、はいまあ、そんなところです。またた、えー、かったら聞いいてください